滋賀県湖南市下田にやってきました。稲富リポーターが訪れた下田には、地元野菜下田ナスがあるのは有名ですが、実はもう一つ下田で愛される地元ならではの野菜があります。あ、こんにちは。すいません、不安定の、ね、お天気の中お願いします、はい、いえいえ、よろしくお願いします。あの、もうすごい綺麗な色のこれお野菜、何ですか？これね、野兵唐辛子と言います。野兵ってついてるんですか？そうです。なんでなんですか？あ、これはね、あの、下田の地に住んでおられる木田野兵さんという方がおられたんです。その方が植えられたっていうのが始まりと聞いてます。名前なんですか？はい、で、野兵唐辛子と呼ぶようになって、今日まで親しまれています。今回の夢追い人、大友博美さん、農家に生まれここ下田に嫁いできました。大友家は非農家ですが、博美さんは事務職をしながら野兵唐辛子を育て、今年で10年目になります。もうこの辺りじゃ昔から栽培されてたんですか？いえいえ、違うんですよ。これはね、昔はね、農家さんが、片隅で、お家の畑の片隅で5本から6本自家栽培的な形で作っておられたんです。我が家はね、非農家なんですけども、農家さんから枝ごともらってきて、軒に吊るして、私の旦那のお父さんが、いつもね、軒に吊るしてる野兵を1本ちょんと取ってきて、台所でこうして炙って、でそれをお酒のつまみにしてね、こうしがんであったんです、はい、でね、おじいさんもそうですけど、旦那も辛いものが好きなんですよ。で、ちょうどこの野兵唐辛子っていうのを下田で、私も出会ったもんやから、で、旦那が好きやから、あ、ほんならちょっと作ってみようか、あえて。でも大友さん、非農家じゃないですか。はい。せやけどこんなにね、綺麗に今育ってますけど、これやっぱ自己流でされたんですか？いやいや、そんな絶対できません。私もね、この苗をいただいた方、今もうね、90歳で元気で、野兵作ってあるんですけども、その方からこうしてするんやで、ああしてするんやでって、で、教えてもらいながらやったんです。だからそのおじいさんから早くもう教えてもらってマスターしなければっていうのがすごい今課題になってます。この野兵唐辛子のやっぱ特徴とかどんな感じなんですか？はい、これね、やっぱり食べてみたら分かりますよ。食べてみたら？はい、どうぞ。無農薬ですから。このままいけます？はい、一回食べてみてください。あ、根元から行くんや。はい、根元からポロッと取れます。で、こんな感じで見て、めっちゃやっぱ綺麗。綺麗です。すごいオレンジ。辛いですので、はい、辛い、はい、辛い。私今映ってもいい顔してますこれ。辛い。すごい、もうプチって噛んだ瞬間から辛いでしょ。辛みって、そうでしょ。香りがすごい。でも後からなんかちょっと爽やかな感じしません？鼻からこの抜けていく感じが、スーッとした感じが、すごい。おー、辛い。この辛さはね、高菜爪の2倍で、タバスコの3倍もあるんです。でもやっぱり甘さもあるんです。糖分が 11.5 あるんです。お父様が、はい、ね、炙って食べてはる理由もなんかすごい分かります。私はもう無理でしたけど。無理でした？はい、私ちょっと辛いのダメだったんです。あかんのかい。あ、ダメだ。あ、どうぞ。いや、いいですよ。地元ならではの唐辛子が消えていくのは忍びないと、地元の有志が集い保存会を結成。大友さんを含め現在14人、メンバーの山本さんも加わり、野兵唐辛子を使ったお料理をいただけることに。これ家庭料理なんですけど、これ下田ナスと野兵唐辛子の、浅漬けなんです。すごい、はい、ピリッとした辛さがあるので。こちらの方は、もう私が作った自家製ですけど、きんぴらごぼうです、それとこっちはクラッカーに野兵入りの味噌っていうのを作ってるんで、それをちょっと乗せてます。かわいい、はい、で、鍋焼きうどんです、へえ、はい、まあ一度、みょうがも入ってますので。みょうがも、はい。いや、思ったより辛くなかった、はい、でもこうアクセントにピリッといい感じ、うん、美味しい。いいですよね、はい、でもめっちゃ気になってたんが、はい、このクラッカー、これでしょ、これね、
お味噌に野兵の粉末とかを、うん、入れてあのブレンドさせるんです、加工してるんです、うん、はい、あ、合う、うん、合いますか、お味噌がなんかこう深くなっていくというか、そうです、はい、またさっきのピリ辛な感じが、うん、はい、いいですよ、合いますね、そうです、まあ、でもこれからの時期おでんとかも、ね、するからそういう時にちょっとつけるのもいいと思います、ぜひとも、はい、あの皆さんにこの味を知ってほしいです。確かにこれは私も料理したくなりました。はい、ああそうですか。あんましないけど。この野兵唐辛子なんでこんな辛いんですか。あのですね、いろいろ諸説あるんですけども、下田の地はもともと土壌が少し痩せている土地だったんですね。であんまりまあ作物の植え付けには適してなかったんですけど。それと鉄分が豊富に含まれているということもあって、まあ、それがうまく功を奏してですね、野兵唐辛子の栽培にあったみたい で非常にこう辛みが生まれたというふうに伺っています。はい、でそれがまあ他の地ではね、あのうまく育たなかったということで、なんでなんででしょうね。保存会って立ち上げた時とか反響ありました？そうですね、やっぱり下田の地で守っていきたいねということで、皆さん頑張ってやってくれよっていうので応援していただきました。今ね、一応あの観光協会とかでも、はい、野兵の激辛スタンプラリーとかいう催しをやっていただいて、はいはいはい、湖南市内の飲食店でこの野兵唐辛子を使ったあの食事とかを召し上がっていただけるような、そういうスタンプラリーやっていただいてるんですね。はい、ここじゃないと食べられへんっていうのがまた、そうですね、そそられますよね。野兵唐辛子を生産することは決して簡単なことではありません。しかしそれをマスターして地元の宝物を残すべく、大友さんたちは奮闘しているのです。この唐辛子を守ろうと思ったきっかけって何やったんですか？これが、このまま消えてしまうと、まあ、もったいないなっていうのもあったし、みんな高齢化になっているので、なんとかね、後の世代に気づいてもらえるかなっていうのが思いです。この野兵唐辛子を守っていくように、あの考えて行動していかなければいけないなと思うんです。はい、大友さんがこう農業してて楽しいなっていう瞬間って？私ね、もともと農家の娘で育って、こっち嫁いだのが農家だったんです。だからもともと農業は好きなんです。あの野兵もこうして収穫するのも、あの一個一個収穫しなきゃいけないけども、それがあのすごく苦にならなく楽しく、うん、収穫してます。本当に可愛いですよ。可愛いです、ね。はい、じゃあ最後食べてもらって。あ、どうぞ。私違う、大友さん。いやいや、いいです、いいです。最後まであかんか。